皆さんこんにちは。モンゴルのウランバートル出身で、横綱ハルマ富士関や安美錦関、宝富士関、誉富士関といった兄弟子の皆さんとの濃厚な稽古で自力を鍛えることで、十両昇進と幕内昇進と力士の目標を達成することができた照ノ富士春雄さんについてご紹介していきます。まずはプロフィールからです。照ノ富士春雄さんはモンゴル国ウランバートル市出身で、伊勢ヶ浜部屋、入門時は間垣部屋所属の現役大相撲力士で、本名は杉野森星山と言います。身長は192センチメートル、体重176キログラム、血液型は O 型で、17歳の頃までスポーツとは無縁の生活をしていましたが、自身の大きな体を生かしたいと考えていたこともあり、母国モンゴルに在住していた入門前には、横綱白鵬の父であるジグジドゥムンフバトに素質を見出され、柔道などを習っていたそうです。そして2007年に母と来日し、観光旅行をした折に偶然相撲部屋関係者に声をかけられて、連日稽古を見学したことで大相撲の世界に魅了され、滞在中は観光もせずに相撲部屋の稽古を毎日見学していたといい、学業成績も優秀だったため飛び級を認められ、17歳で技術大学に合格。両親も技術者になることを望んだそうですが、相撲留学を決断したそうです。2009年3月26日に再来日して鳥取城北高校に編入し、高校3年時の全国高等学校総合体育大会相撲競技で鳥取城北高校の団体メンバーの一人として優勝に貢献したそうです。そして高校卒業を控えた2010年に間垣部屋に入門しました。また2011年7月場所で初めて番付に四股名が乗って以降、序ノ口、序二段、三段目の各段を一場所で通過するなど順調な出世を見せ、新幕下で迎えた2012年1月場所も関取経験者の出羽大鳥を相手に豪快に釣り出して勝利するなど、幕下でも存分に実力を発揮し、5勝2敗の成績を収めました。稽古環境が一気に充実したこともあって、2場所連続で6勝1敗の成績を上げ、場所後の番付編成会議で9月場所での新十両昇進が決定し、勢いは止まらず11勝3敗で迎えた千秋楽で鏡を追うさんに本割優勝決定戦と連勝し、十両優勝を果たしました。そこから大関になられましたが、怪我などあり十両に陥落し、その後すぐ復帰し横綱まで昇進を果たした史上初の力士であると言われています。そんな史上初の力士であると言われている照ノ富士春雄さんは、休場、廃業危機、3週間の休業、満身創痍でも引退できないと噂されているようです。実際のところどうなのか調べてみたところ、9月8日に初日を迎える大相撲秋場所、先場所に通算10度目の優勝を果たし、今場所でも本命と見られていた一人横綱の照ノ富士さんでしたが、休場することが決まったそうです。休場することが決まった照ノ富士さんについて、とある記事によると、ガチガチにテーピングで固めていることからも分かるように、両膝に爆弾を抱えています。腰にも慢性的な痛みを抱えています。今年は初場所で9度目の優勝を果たしたものの、その後は2場所連続の休場となりました。振り返れば、一昨年の秋場所から4場所連続で休場し、昨年夏場所で8度目の優勝を達成。しかしその後は3場所連続で休場しています。近年休場と優勝を繰り返しています。また休場、満身創痍でも引退できない、今横綱照ノ富士を苦しめている深刻な事情でも紹介したように、それができない理由があると続いて、引退後も協会に残るために必要な年寄り株を取得しておらず、辞めるに辞められない状態です。伊勢ヶ浜部屋の後継者は照ノ富士と見られていますが、部屋を継ぐためには伊勢ヶ浜親方と年寄り株を交換する必要があります。しかし照ノ富士は交換する年寄り株を持っていないばかりか、取得の目途も立っていない状態のようです。伊勢ヶ浜親方は来年7月に定年を迎えますが、照ノ富士が年寄り株を取得できなかった場合、部屋付きの親方がリリーフで部屋を継ぐことになるのではないか。伊勢ヶ浜部屋の部屋付き親方には元誉富士の立山親方がいます。またベテランの宝富士が年寄り桐山を取得したという話もあります。こちらもリリーフ候補になるでしょうと言われています。
ですが照ノ富士さんは伊勢ヶ浜部屋の後継者になる条件として伊勢ヶ浜親方に再雇用を断念してもらい、年寄り伊勢ヶ浜を継承するというパターンも考えられますが、条件面で折り合いがついていないようですね。そんな中で元横新委員長は再雇用の見送りをめぐり、伊勢ヶ浜親方と照ノ富士との間で話し合いがあったようです。部屋と株の譲渡に加え、延長分の給与の保証、伊勢ヶ浜親方から照ノ富士に条件提示があったそうですが、金額面の折り合いがついていないようです。仮に年寄り株を取得できないまま怪我や持病を理由に引退となったとしても、引退後5年間は現役時代のしこ名で親方を務められる横綱特権を行使して協会に残ることができます。その間に年寄り株を取得できれば協会に残ることができますが、取得できない場合は5年後に廃業することになりますと語られています。そのため力士が引退後も親方として相撲協会に残るためには105ある年寄り株のいずれかを襲名しなくてはいけず、2014年に定年後再雇用が導入された結果、年寄り株が慢性的に不足する問題が生じており、協会の将来を担うはずだった人材が協会を去るケースが続出していいのではと言われているそうです。そして若手親方や引退が見えてきた現役からは再雇用制度の改正を訴える声が出ているといいます。その訴える声についてある記者は、規定上売買は禁止されているはずですが、現実には年寄り株の取得には億単位の金が必要とされています。しかもついこの間まで1億円だったにもかかわらず、今では2億3億円に高騰しています。再雇用制度の結果、年寄り株の高騰を招き、辞めるに辞められない力士が出ています。また仕事が限られる65歳以上の親方が増えている一方、将来を担うはずだった大事な人材が流出しており、現場の若手親方は仕事を兼任するなど疲弊しています。若手親方や現役からは、雇用延長するのであれば年寄り株を持ったまま残るのではなく、しこ名で残ってほしい、それによって問題が解決するとの声が上がっています。彼らは再雇用を否定しているわけではありません。雇用延長してもいいから年寄り株を手放してほしいと訴えているだけであり、一向の価値があると思いますと語られています。そして2024年9月現在は65歳以上の親方7人が参与という立場で再雇用されているそうで、仮に制度の見直しが行われば7つの年寄り株が若手に渡り、現場の運営も円滑に進むと思うので、若手親方や現役の切なる声は協会上層部に届いてほしいですね。またある一部では休業された理由について噂が立っているとのことなので、調べたところ、日本相撲協会は8日初日から休場した横綱照ノ富士さんらの診断書を公表したそうで、照ノ富士さんは糖尿病、両変形性膝関節症で3週間の休業過料を要する見込みと言われていて、西十両3枚目の朝乃山さんは名古屋場所後に左膝の靭帯再建手術を受けており、左膝前十字靭帯損傷で秋場所の全休を要する。そして西十両9枚目の妙義龍さんは左変形性膝関節症で千秋楽までの安静加療を要すると診断されたそうです。出場すれば優勝するを繰り返しており、強さは間違いないと言われている照ノ富士さん、早く良くなるように願いたいですね。いかがでしたでしょうか。今回は照ノ富士春雄さんのプロフィールや噂についてご紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。